この番組では文学に興味のある方がより読書を楽しむために物語の流れをアニメでわかりやすく解説しています今回のテーマは誠実の人偽装の人・人。」偽装です。皆さんこんにちは。 今回は日本を代表する歴史文学の作家、吉川英治の大河巨編、三国志一、桃園の巻という作品を解説します。 歴史書に脚色が加えられた羅漢中の三国史演技を体系とする吉川英治の三国史は日本で最も普及した三国史作品であり今もなお国内外の官邸病で祀られる義理人情に厚い英雄関羽を軸に求心力あふれる統率者曹操の大躍進から卓越した才地を誇る天才軍師諸葛亮の活躍へと展開される壮大な戦国ドラマが描かれています 多種多様なキャラクターが織りなすアクションエンターテインメントでありながら、現代社会にも通じる政治や経営学、また人生指南の良き教訓として、歴史的な観点から文学に親しめる味わい豊かな作品です。主な登場人物は4人。圧政に苦しむ天下馬民を救うため、義兄弟の関羽・張飛と共に農村で挙兵する王族の末裔、劉備と、 衰退する漢王朝の権力争いに利用される幼い検定。内乱に便乗して政権を奪い、暴虐の限りを尽くす極悪非道な独裁者、唐卓。そして天下を取る野望を抱き、唐卓暗殺を企てる若き出世頭の曹操です。世は乱れ、野望を抱く数々の英雄がひしめく群雄割拠の戦国時代。 縦横無尽に大地を駆け抜け、地獄を策略を巡らせながら進撃する英雄たちの派遣争いは、どのような結末を迎えるのでしょうか。西暦180年頃の古代中国、大陸を流れる黄河のふもとで、一人のみすぼらしい青年が朝から膝を抱え、首都洛陽に物資を運んでくる大きな貨物船を待っています。 400年続く関王朝の王家末裔でありながら、村でむしろを折り、心たない収入で生計を立てている劉備は、家に残してきた、もう若くない母のために、好物であるお茶の葉を手に入れようと、遠路はるばる旅をしてきたのです。宮廷では皇后の一族と皇帝の側近とが権力争いに明け暮れ、民衆は重すぎる税の負担によって、食べるのもままならない生活を強いられていました。 聴覚が広めた太平堂という宗教が、上や病に苦しむ民衆の拠り所となり、膨れ上がった信者によって組織化された武装勢力、黄金族は、腐敗した漢王朝の打倒を掲げ、各地で反乱を起こします。 飢えた民衆によって武装化された黄金族は、次第に略奪を繰り返す暴徒となり下がり、事態を見過ごせなくなった朝廷も反乱制圧に踏み切り、時代はさらに殺伐とした乱世と向かっていたのです。停泊した落葉行きの貨物船に群がる行商人たちに混じり、劉備青年は節約して蓄えてきた財産をすべて差し出し、壺に入ったお茶の葉を手に入れます。 しかし略奪目当てに現れた黄金族によって、辺りは焼き払われ、人々が無差別に殺されていくのを目の当たりにする劉備。天に代わって哀れな民を救わなければ、と腰に携えていたみすぼらしい身なりに似つかわしくない美しい剣に手をかけるものの、自分一人がここで命を投げ出しても天下は救われず、故郷で待つ母を悲しませるだけだと思い直し、夜の闇の中を走り続けます。 己の無力を嘆く劉備は、不幸にも山道で黄金族の一味に捕まってしまい、茶壺と剣を奪われますが、騒ぎに駆けつけた大男、張飛の人並み外れた腕力で窮地を救われます。そして茶壺を取り戻した劉備はお礼に、代々伝わる家宝の剣を張飛に譲り、別れを告げて母の松故郷に戻ります。 長旅から家に戻った劉備が、早速土産の茶壺を手渡すと、なんて心根の優しい息子だろう、と感激する年老いた母。しかし劉備の腰に携えていたはずの剣がなくなっていることに気づき、顔色を変えます。訳を知ると、息子がやっとの思いで手に入れた茶壺を川に投げ捨て、母は驚く劉備に、今でこそ土民に埋もれてはいるが、先祖をたどれば漢王家一族の由緒正しい血筋であり、あの剣はその証 タカがお茶の葉のために、その大切な剣を他人に渡し、生涯むしろおるきでいる少年になってしまった息子を嘆いているのだ、と涙ながらに悟します。劉備はうなだれながら母の手を取り、心まで土民になりかけておりました。今回の旅で世の乱れやら民の苦しみを見てきたのです。天から使命を受けた気がします、と誓いを立てるのでした。 ある日家に思いもよらない長飛の訪問があり預かっていた家宝の剣を劉備に返上すると連れてきた旧友の関羽と共に再び天下万民を休んずる漢の復権を願って世を乱す賊を打ち払うために力を合わせて戦おうと語らい桃の花が咲く庭園に漢の先祖を称える祭壇を設けて三位一体となる偽名を結びます。 母の前で劉備を主君とし、我ら同年同月同日に生まれずとも、同年同月同日に死ぬことを願わん、と誓い合い、義兄弟の酒を交わしました。 こうして劉備関羽、張飛の3兄弟は地元の少ない兵馬で挙兵し政府軍に合流して各地を転戦しながら恒金族討伐に大きく貢献しますが首謀者の聴覚が病死し政府軍が恒金族の反乱を鎮圧した後も朝廷から見合った恩賞を与えてはもらえず片田舎に駐屯する警備隊に任命され不遇の地へと赴きます。 討伐軍の主戦力だった候補数や董卓曹操たちは手厚い温床を賜り、主春や孫権も遅れて中央集権の都洛陽の城内に凱旋します。 王室に使えながら帝を操り、諸皇たちに形だけの恩賞を与えた冠岸の十上寺たちは、私利私欲のために政権の参謀を支配しながら、重い病に伏せる霊帝の皇后である片一皇一族と後継者争いで対立していました。 類稀まれなる美貌で霊帝に嫁いだ妹の堅太子と、その子ネによって大将軍になった元土地区業者の兄、家臣は、無論性質の着手である劉弁王子が次の皇帝に即位するものと考えていましたが、霊帝が側質の王美人の子、劉峡王子を寵愛していたために、後継ぎを劉峡王子にと帝に耳打ちしていた十常寺たちと確執を深めていたのです。 ミカドが我が子を差し置いて、流教王子を可愛がるあまりに、嫉妬した加タイは毒を持ってオ美ビを殺害してしまいました。事態を重く見た十条氏は霊帝に、もし流教王子を皇太子に立てたいなら、まず加タイの兄、家臣を殺しておくべきです、と囁き、重い病で長くない余命を悟っていたミカドは、家臣暗殺を承諾します。 しかし、その陰謀にいち早く気づいた家臣は大臣たちを召集し、中常時暗殺を格索します。 十上寺を甘く見てはいけないと忠告する曹操を足下にし、たった今霊帝が崩御されたとの知らせが入ると、即座に霊帝の棺の前で劉弁王子を新しい帝として即位させ、代々漢王朝の重臣を務めてきた名門の子孫である炎章に、即室の子を皇帝に即位させようと目論む十上寺たちの暗殺を命じます。 身の危険を感じた十常寺たちが、固い子を騙して家臣を殺害すると、怒りっぽく昇進者だった大将軍の無残な生首は、敗下である炎症を激怒させ、火が放たれた宮中で逃げ惑う十常寺たち官は、手当たり次第に斬殺されてしまいます。 瞬く間に洛陽の宮廷は大混乱に陥り、生き残りの十条寺が劉便王子と劉卿王子を連れて城から逃亡し、炎章もまた重臣の王位らと共に城を出て幼い皇太子兄弟の行方を追い、隙をうかがっていた唐卓は軍政を率いて動き出し、固い皇は混乱を極めた宮廷内でうろたえるあまり、皇帝だけが所有できる印鑑、玉璽を紛失していたことも気づかず涙に暮れていました。 追ってを恐れた十条寺の生き残りは夜の山河に飛び込んで自殺し、残された幼い王子たちは抱き合いながら草原で世を明かし、炎章や王院たち捜索隊に無事保護され城に戻ります。やがて物々しい軍を引き連れた唐卓が一足遅れて現れ、幼い皇帝を強奪しようと前に進み出ると、さらに幼い劉京王子が前に出て、唐卓の無礼を咎め失跡します。 少年とはいえ、流教王子のあまりに凛々しい威言に、慌てて馬を降りた唐卓は地面にひれ伏しながら、頼りない年長の帝よりも、年下なのに聡明な流教王子の方が帝にふさわしい、と腹の底で秘めた野望を抱くのでした。城内に帝が戻り、宮廷の内乱もようやく収まったかに見えましたが、武装した兵馬を引き連れた唐卓が、城内を我が物顔で横行するようになります。 内輪揉もめによる政権の空白から、世間では黄金族の残党が勢力を復活させ、各地で再び治安が悪化していました。こびる者は当卓の勢力につき、 愛想尽かした者は落葉を去り、日増しに勢いを盛んにする唐卓は、ついに都の軍事権を掌握し、大宴会を開いて怯える文部百官を集めると、剣に手をかけながら、今の帝よりも聡明な隆京王子を皇帝にするべきだ、という問題発言を唱え、静まり返った一堂を見据えます。 すると、席を立った定言がひるまず、霊帝の正当な世継ぎである今の帝の位を、一進化が剥奪しようと持ちかけるなど、高眼無知も甚だしいと、唐卓を睨みつけます。定言のそばには、天下無双の武力を誇る養子の両夫が控えており、唐卓も迂かつには手を出せません。 後日、東卓は赤池並みで一日千里を走ると言われる秘蔵の名馬、石戸馬と金銀財宝を旅婦に送り、定言を殺すよう持ちかけます。旅婦は洋風を切り捨て、その定言の首を取って、東卓の参加に寝返ります。 目の前の欲にくらみ、宇頂天になった旅夫を我が物に手なずけた唐卓は、再び文武百官を集めた宴会の席で、劉教王子の即位を強行すると宣言し、意を唱えた演唱は、その夜のうちに辞職し、都を去りました。 タ卓のあまりに横暴な定位配立が布告されると、幼い帝とそばで泣き崩れた家太鼓は外につまみ出されて幽閉され、王座に立たされた幼い竜教王子は検定と改められ、新しい皇帝に即位します。百官たちは脅されるまま万歳を唱え、監禁されていた家太鼓と竜弁王子もタ卓の命により殺されてしまいます。 こうして唐卓は、自ら小国を名乗り独裁を敷くと、毎日酒を煽っては気に入らない者を殺し、税の限りを尽くして式場にふけりました。 王宮内でのあまりに極悪非道な唐卓の振る舞いに国家の行く末を嘆いていた重臣の王院はある日、自身の誕生日祝いと称して唐卓の息がかかっていない旧臣たちを屋敷に招き、悲痛な面持ちで酒を交わしながら、暴君唐卓に支配された天下の不幸を皆の前で思い思いに述べ涙に暮れていました。 すると、手を叩いて一人笑う曹操が席を立ち、誕生日祝いに初代人がわざわざ集まって泣き比べとは、実に恐れいる、と嘲笑うので、王院たちが不満げに、ならば、あの独裁者を抹殺する手立てでもあるというのか、と問い詰めると、曹操は悪びれる様子もなく、もちろん、 この時のためにこびへつらって、唐卓に仕えてきたのです。差し支えなければ、王院殿の家に伝わる機材の名刀をお貸しください。必ずや腹心の私に油断した唐卓を一息に切り捨ててみせます、と誓うのです。その堂々たる気概に感銘を受けた王院は、秘蔵の宝剣を早々に授け、子孫ずれば一大事だ、ぬかりのないように、と用心を促しました。 早熟の不良で悪さばかりし、呆れる大人たちから、知性の脳神、乱世の勧誘、と揶揄された曹操でしたが、黄金族討伐で活躍し、若くして官職に出世していました。王院から封建を預かった翌日、曹操は昼になってから上昇府に姿を現し、当宅から遅くなった訳を尋ねられます。 持馬が何しろ痩せた老婆ですので、と答えると、唐卓は手頃な老婆一頭を曹操に与えてやれ、と命じ、そばで警護していた旅夫を馬屋に行かせ、自身は寝台で横になり、そのまま息をかき始めました。閉めた、とばかりに封剣を握り、ゆっくりと足を忍ばせ唐卓に近づく曹操。その名刀の輝きが鏡に反射し、唐卓を起こしてしまいます。 驚いて飛び起きた唐卓に何事かと問い詰められると、曹操は何食わぬ顔で珍しい名刀を手に入れたので献上したいと思い磨いておりましたと剣を差し出します。旅夫が戻ってきて春名を与えると曹操はぜひ小国の前で試し乗りを願いたいと蔵に飛び乗り馬に鞭を当て、長升府の門の外へ駆け出していったまま戻ってきませんでした。 曹操の不審な挙動に気づいた董卓は、旅婦に命じて配下を集め、暗殺を企てた曹操を全国各地に指名手配すると同時に、協力者を詮索し、引っ捕らえるよう言命を下します。そして第2巻、軍政の巻へと続きます。ご恩です。大愛です。 今のご彫着は私にとって真の勇気を奮い立たせる神軍の鼓でございました。ブッダの杖でございました。もし今日のお怒りを見せてくださらなければ玄徳は何を胸に考えていてもおっかさんが世にあるうちわと卑怯なミ眠を装っていたかもしれません。いいえそのうちについ年月を過ごして本当のミ眠になって朽ちてしまったかもしれません。